2005年10月22日、読売新聞。自民党の安倍晋三幹事長代理は22日、都内の専修大学で講演し、11月の内閣改造、党役員人事について、私自身はどんな立場になろうとも、全力で小泉改革を進め、さらにきめの細かな改革にしていきたい、と述べ、初入閣などに意欲をにじませた。また、安倍氏は、小泉首相の靖国神社参拝で悪化する日中関係について、中国からの公費留学生の数がまだまだ少ない。思い切って、増やして、反日にならずに日本を知ってもらうよう、我々も努力をして、行かねばならない、と述べ、中国人留学生受け入れの大幅拡充などに、よって関係改善を進めていく必要があると指摘した。2006年9月5日、共同通信、中国人留学生を拡大、安倍氏、関係改善に意欲。安倍晋三官房長官は5日、名古屋市で開かれた自民党東海ブロック大会で、中国との関係改善に関連し、政治問題が起きてもお互いが冷静に対処できる環境を作るべきだ。そのためにも多くの中国人留学生を受け入れ、ありのままの日本を知ってもらう必要がある、と述べ、首相に就任した場合は中国人留学生の受け入れを拡大する考えを示した。同時に中国、韓国、ロシアとの関係に触れ、誤解があれば誤解を解く努力を誠実にする必要がある、と強調、重ねて関係改善に意欲を示した。永住権、在留3年に短縮。外国人技術者ら向け改正案、2014年3月11日、日経新聞。政府は11日の閣議で、高度な知識や技術を持つ外国人が永住権を取得するため必要な在留期間を5年から3年に短縮する出入国管理、難民認定法改正案を決定した。対象は学歴や年収など一定の条件を満たす研究者や技術者、企業経営者ら。配偶者の日本での就労、親や家政婦の帯同も認める。現行では外国人が永住権を得るには原則10年以上の在留期間が必要。高度な技術を持つ外国人は5年としているが、さらに短縮できる。改正案は出張で繰り返し日本を訪れる外国人ビジネスマンの出入国審査を簡素化し、事前登録した指紋の照合などで通過できる、自動化ゲート。を利用できるようにする。クルーズ船の外国人乗客も簡易な入国審査を認める。滞在時間が短く、飛行地の経済活性化につながると判断した。終わったらどうするか。私は、これからの3年を集中的な改革の期間と位置づけ、持てる政治力を投入します。固い岩盤のような日本の規制を私自身をドリルの刃として突き破ろうと思っています。国を開いていくことが必要です。日本を、日本の社会を、そしてまた経済を開いていかなければいけません。世界から優秀な人材がどんどん入ってくる。そして日本に投資がどんどん増えてくる。そういう国にしなければいけません。世界の人たちが日本に行けばいろんな可能性がある、そう思って優秀な人たちが日本にやってくる。自分の子供を日本に連れて行って教育をさせたい、こんなことを思ってもらえるような、そういう国にしていきたい。またそういう人たちに対して私たちは寛容な国でなければならない、こう思っています。そしてまた国同士がお互いを開いていく、自由貿易協定等をもっと広げていくことによって、私たちは消費者を日本国内だけではなくてアジアに、世界に消費者を得ることができます。日本の製品を世界中に売っていく、このことも可能になっていく。この3つのことをしっかりやっていけば、皆さん、日本は力強く成長をしていきます。そうなれば一人当たりの収入だって増えていくんです。本当に豊かな成熟した国になっていく。
そのための成長戦略をしっかりと実行していくことをお約束をする次第であります。人、物、金、文化、情報の流れにおいて、日本がアジアと世界の架け橋となって共に成長していくアジアゲートウェイ構想を5月までに取りまとめます。経済連携の強化は、お互いの国に市場の拡大という大きな恩恵をもたらし、国内の改革にも資するものであります。 ASEAN などとの経済連携協定や日中韓の投資協定の早期締結と WTO ドーハラウンド交渉の早期妥結に取り組みます。私は先日のダボス会議で、向こう2年間国家戦略特区では岩盤規制といえども、私のドリルから無傷ではいられませんとの趣旨を申し上げました。本日成長戦略の改定に向けて最速のスピードでドリルを回して発信していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。